構成形とは、少数の構成が重力で結びついて、お互いの周りを交点している成形である。多数の構成が重力で結びついているものは、星団や銀河と呼ばれるが、これらも、抗議の構成形である。構成形という言葉は、惑星系を持った一つの構成について使われる、こともある。二つの構成からなる構成形は、連星系と呼ばれる。潮汐効果や接動。 質量転移がなければ安定であり、二つの構成は共通重心の周りを楕円軌道を描いて、いつまでも構点する。連成形の例としては、シリウス、プロキオン、そして構成とおそらく、ブラックホールから構成される、白鳥座 X-1 等が挙げられる。多重成形は、三つ以上の構成からなる、構成形である。三つの構成からなるものを三重成形、四つの、 構成からなるものをよえ、成形5つの構成からなるものを50成形等という。このような形は、おおよそ100個から1000個の構成からなる3回成岩よりも小さい。理論的には、多体問題はカオスになるため、多重成形をモデル化することは連成形よりも難しい。複数の構成の多くの配置は不安定で、最終的には一つの構成が、 他の構成に近づきすぎ、K から弾き出される。もしこの K が、エヴァンズが言うところの階層的なものであれば、不安定さはなくなる。階層的な K では、K の構成は2つのグループに分けられ、それぞれが K の重心の周りの大きな軌道を横断することになる。またそれぞれのグループの中も同じように階層的になる。この場合は、構成の運動は形の重心の周りでほぼ、 ケプラの法則に従う。ミエ成形 h d 1 8 8 7 5 3の創造図基地の多重成形の多くはミエ成形であり、構成の数が大きくなるほど指数関数的に少なくなる。例えば、1999年版のトコバニン、エスカタログ・オブ・フィジカル・マルティプル・スターズでは728の構成系のうち551がミエ成形である。 しかし観測選択効果により、この統計はかなり不完全なものである。2。戦術の力学的な不安定性のため、三重星系は一般的に階層的であり、隣接する連星と遠くにある番星の組み合わせになる。さらに、数が多い多重星系も同様に階層的になる。六重星系までが知られており、例えばカストルは一つの連星系と離れた位置にある二つの、 連星系のペアとの組み合わせになる。また、ADS9731 も60成形として知られ、ここでは一つの構成と分光連星からなる、三え成形が二つの組み合わせになっている。ありがとうございます。